こんにちは、のりたまです。今日は福袋を開封していきたいと思います。こちらの福袋を購入しました。見てもらってわかると思うんですけど、ポーチの福袋です。38,000円の福袋を買いました。では開封していきたいと思います。で、この布のねトートバッグに入ってると思います。多分カバンが2点で、小物かな、小物あったかな。バッグ、財布など4点って書いてありますね。でこれも入れて4点かな。大物からいきます。こちら、かわいい。はい、こちらのカバンになります。だいたい、まあ、ここ20センチ強ぐらいで、縦がまあ15センチで、まあ、マチがね6-7-8センチぐらいかな、ついてますね。で中はというと、皮とかかな。中は本当にシンプルで、ガバッて箇所あるだけで、ここにちょっと入れれるところがあって、後ろここが寝てます。ここになんかコーチのね、いつもの本があって、でここにこの紐がつけれるので、斜め掛けとかにもできます。いいじゃん。これはね使いますね。いつも仕事に行くときに使ってるカバンが、それもコーチで、それはセールで 3-4年ぐらい前に買ったんですよ。6掛けぐらいで買ったんかな。それも良かったんですけど、それはちょっと色味があるので、これちょっと茶色、黒とかこういう色ってあんまりセールにならないって、その時コーチの人に言われてた。すごいいいですね。これ新春から使っていきたいと思います。カバン、財布など4点っていうことで、あ、これは財布ですね。コーチの財布、ここが小銭入れになってて、でここがカード入れになります。でここにお札入れですね。なんか変わった、悪くないけどね、ちょっとなんかこう自分じゃ買わない色かなって感じ。これはなんかアクセサリーの予感がします。チリのアクセサリー、どんな感じですかね。あ、意外とこういうのに良さそう。このなんかチリのシリーズね、ポーチってありましたよね。かわいいかも。最後になります。テディベアかな。なんかクマのチャームですね。カバンとかにつけるよかな。こういうところ、おかしいっけ、重たくなっちゃうかな。でもこういうのにつけたら、あ、でもこんなんじゃないか。こういうのにつけたら、なんかチャームだ、何かにつけてみたいと思います。それでもこういうところにやっぱりこうやってつけて、でここになんかつけるって感じ。ここに、もう私はもうこういうの鍵とかしかないから、なんかつけるのかな。でもこれを取って、この何クマだけつけるっていうの、ジャラジャラしすぎか。
かない3万8000円の福袋はこちらのカバンと財布とチャームとこのさくらんぼのネックレスの4点になります。メインのカバンがすごい使えそうなので私的にはとっても満足してます。これだけで割と元取れたかなと思いますね。ここもね、これもね使うと思う、可愛いので使いたいと思います。チャームもねちょっと財布だけがちょっと使い道に困るなって感じなのでね、もうちょっとね茶色いなんて言うんだろう、使える、まあでも時々あるよねこのポーチでこういう財布の色謎にはい、じゃあ2024年のポーチの福袋3万8000円はこんな感じでした。まあ割と当たりだったと思います。では次の動画でお会いしましょう。